まあ、強風の中ちょっと難しい試合になりましたけど、まあ、なんとか勝ててよかったです。まあ一つでも上に上がって皆さん楽しんでいただけるように、そして僕たちも結果を残せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。まあ、試合の感想としては、まあ、今年初めの練習試合で負けてしまったので、まあ、そのリベンジを果たしたいという気持ちで臨んで、まあ、勝ててよかったと思います。まあ、僕としては天皇杯本戦出場するのは初めてなので、まあ、緊張はすると思うんですけども、しっかり自分のプレーを全力で出したいと思います。ラインメール戦は、まあ、プレシーズンマッチで、まあ、ラインメールに負けてたので、まずそこの借りを返さなきゃいけないっていうところと、まあ、あとは自分がスタメンだったのでまずアピールすること、で、まあ、なおかつチームが勝ったので、まあ、とてもいい雰囲気で1日終わることができたのでとても嬉しかったです。まあ、リーグ戦が続く中、まあ、天皇杯も入ってくるんですけど、だからといって負けてはいけないと思うので、まず奈良クラブに勝って、まあ、J リーグのチームと戦って、まあ、自分たちがどれだけできるのか、試せるところなのですごい楽しみにしています。前半は自分たちのやりたいサッカーっていうのができていて、まあ、いい形で得点も取れてすごく良かったと思いますが、まあ、後半風もすごく強くなってきて、コンディション面でも少し、やりたいサッカーができなくなって、まあ、相手に押される時間が長かったっていうのは課題なので、しっかり直していきたいと思います。天皇杯勝ち進んでいくと J リーグのチームとできたりしますが、まずは次の試合の、奈良クラブとの試合勝って、一つ一つ上がれるようにチーム全員で頑張っていきたいと思います。トーナメントということで、相手も、負けられない試合の中で、難しい試合ではあったんですけど、勝ち切ったことが、すごく良、かったと思います。J リーグと、できるいいチャンスなので、自分たちの力を見せつけられるように、頑張りたいと思います。